演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、業務スーパーのヘーゼルナッツチョコバーとココナッツホワイトチョコバーを食べたいと思います。以前食べたラテマキアドチョコバーのお仲間ですね。さて、これらも香ばしかったりするのかな。ではまずはこちらのヘーゼルナッツチョコバーから開けていきます。どんな味わいなんだろうな。はい、まあ一本一本は前回のラテマキアドチョコバーと変わらないですね。まあ当然じゃ当然か。で、中身はこんな感じになってます。茶色いですね。おっと、香ばしい香りがしてきました。ではいただきます。ヘーゼルナッツというだけあってやっぱり香ばしいね。こういうのが本当にいい。でももう一押しやってもいいかも。はい、こちらがココナッツホワイトチョコバーです。本当に真っ白ですね。こちらも中身はやっぱり真っ白で、このこれ包み紙もちょっと先端の部分が青くなってるんですよね。なんでだろう、なんか全部混ぜてその中で分かりやすくするため、いやそんなことわざわざしなくてもいいような気もしますが、まあとりあえずはいただきます。こちらはミルク感強めでココナッツなので甘さも強め。甘いのが好きな方はこちらの方がいいですね。でも自分はな。最初に食べたヘーゼルナッツチョコレートは中に入っているヘーゼルナッツの香ばしさがクリームの方にふわっと広がってきて、甘い中にもちょっと香ばしさもある、そんな感じでしたね。ただそこまで香ばしさが強いわけではないので、香ばしいのがちょっとという方にも食べやすいかもしれません。ただ逆に言うとそれがナッツの風味がちょっと弱いということでもあるんですよね。で、こちらはココナッツホワイトチョコレートで、こちらの方はやっぱりホワイトチョコレートなのでミルク感がすごいですね。で、ココナッツの甘い香りも口の中に広がっているのですが、全体的に甘さが強いチョコレートと言います。なのでちょっぴりビターな大人の味わいを求める方には向かないかもしれませんが、甘いものが好きな方にはこちらの方がおすすめですね。まあ、どちらもちょっと一長一短あるかなっていうような部分がありましたので、2つともこちらの点数とさせていただきます。ホタルビの前を見ようよ、この夏は。ホタルたちが照らしているさらに前に何かあるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。